はい、桜対戦2実況プレイ始めていきます。今日から第8話に入りますね。前回の7話の終わりのところでも話しましたが、いよいよここからストーリーが佳境に入っていきます。連載イベントもね、楽しみにしていたんですが、もう一通り終わってしまいました。フリーの動きとかよりもここからはね、大きく物語が動き、そしてあの人が命をかけて国旗界との戦いに向かっていくことになります。それでは、桜対戦2第8話ご覧ください。どうぞ。花小路伯爵だな。賢人機関の方で帝国歌劇団の設立には大変お世話になっている人ですね。マリアが花小路伯爵の護衛で最初アメリカに行ってましたね。桜2の冒頭。さあ、銀座が不穏な空気に、大帝国劇場が襲われ始めました。大正14年11月9日未明、季節外れの雪に覆われた帝都の静寂は、無数の軍靴の響きによって破られようとしていた。どうしよう、これで軍靴じゃなかったら本当になんて読むんだろう今の音はなんだ？こんな時間に。銃声！これはただ事ではない。急ごう。みんなが心配だ。特に変わった様子はないが。間違いない。銃声だ。これは1階からだな。大神さん、その声は。よかったな、さくら寝巻きのあっちの方じゃないんだな。大神さん、ご無事ですか？起きてたのかな。でも未明だもんな。さくらくん、一体何が起こったんだ？わかりません。銃声が聞こえたので急いで起きてきたんです。やっぱ秘密部隊の本部だからな、こういうことが起きてくるっていう想定はみんなして、訓練とかは受けてるだろうね。他のみんなはどうした？楓さんと一緒に1階に降りていきました。こういう時本当はあんますぐ飛び降りていっちゃいけないんだろうけどな。そうか。すごい音したな。2階にも人がいるはずだ。徹底的に探せ。大神さん、誰か来ます。ちょっと様子見るか。待て、下手に動くとかえって危ない。誰が現れるのかを見極めてからでも逃げるのは遅くない。はい、わかりました。そうやな、こういう時はもうリーダーの指示をね、冷静に聞いて動くしかないよね。さくらももう帝劇に入って3年ぐらいになるから。あー、怖いね。この光景怖いね。いたぞー、こっちだ。あ、いたぞ、新宮寺さくらだ。撃て。怖えよな。外したか。続けて打ち方用意。いかん、さくらくん逃げるぞ。はいはい、名指しで銃声ね撃たれたら怖いよな。何度もね、この劇場がやられるということは、私たちは大正30年のストーリーまで受けて知ってるけども、改めて見るとこの大正14年のね出来事は悲惨だね。天笠翔さん、ロビー、食堂及び客席を占拠しました。もう一般の人にオープンにしてるからね、劇場そのものはいくらでも偵察できるよな。現在2階部分を占拠中、作戦進行は順調であります。浮かれるな。劇場などを占拠しても何の意味もない。うん、その通りだな。はっ。我々の目標は一つ。帝国歌劇団の中枢、地下指令室の占拠。陸軍からすりゃ、そのぐらいの情報なんて簡単に入るだろうしな。地下にそういうのがあるって。後にね、新桜は、ちゃんとその、エレベーターは、パスワードがつくけどね。はっ。地下の工作部隊の作業も順調であります。この当時は階段で地下室に行けるから結構フリーで入れちゃうもんね。そして閣下の匿名だ。新宮寺桜の身柄拘束もしくは射殺。はっ。この腐りきった日本が我が陸軍によってついに統治される日が来た。閣下、間もなく我々の維新が成就します。ごめんなさい、上手って言っちゃいました。成就って言いたかったのにな。なんとか2階から脱出できたな。よく脱出できたな。普通は不利だもんね、上から下に逃げるのは。大神さん、さっきの人たち陸軍の軍服を着ていました。うん、そうだね。なぜ陸軍の兵士が帝劇を襲ってきたんでしょう。米田と楓が陸軍だからね、基本的には味方のはずなんだけどね。大神に桜、ここにいたのか。ちょっと久々に支配人に会いますね。7は出てこなかったもんね。まあフリードで私が行ってないだけなんだけど。米田支配人、2人とも無事だったか。支配人こそご無事で何よりです。支配人、まずここだな。仲間のことが心配だよな。花組のみんなはどこにいるんでしょう。わからねえ。お前たちにやっと出会えたところだ。だがみんなのことだ。きっと無事でいるだろう。支配人がどう暮らしてるかはちょっと実はよく分かってねえんだよな。でも劇場に行ってよかったよね。みんな。奴らが陸軍の軍制服を着ていたのはお前たちも見ただろう。ひょっとしたらこれは陸軍によるクーデターかもしれねえ。クーデター？政府の主要機関を占拠し、その実権を握る。平たく言えば、あの連中はこの日本を乗っ取ろうとしているってことだ。おそらく都内の各所がこの帝劇と同じように襲撃されているに違いねえ。そんな。大神、さくら、お前たちに命令を与える。お前たちは2人でこの帝劇を脱出しろ。え？残ったみんなは？それに長官たちはどうするんですか？俺たちまで逃げたらこの帝劇を奴らに占拠されてしまう。この帝劇は帝都防衛の要だ。奴らに渡すわけにはいかん。使命を背負ってるわけだな、長官。いいか、よく聞け。これは帝都の存亡をかけた極めて重大な命令だ。はい、まず魔人機を確保しろ。地下倉庫に行けば魔人機はすぐに手に入るはずだ。そして号雷号に乗って花屋敷支部に脱出するのだ。それから、これが一番大事なことだが、奴らは桜を狙っている。桜を必ず守るのだ。そうね、ちょっとここまでの話の説明をね、特にこのチャンネルっていうのはシリーズよく知ってる方もいるけど、初めてとか新桜から桜大戦を知ってる人とかっていう方へね、ちょっとある程度丁寧にやりたいと思うので、この辺丁寧にいきたいと思います。まずじゃあこの単語が多分気になるでしょう。魔人鬼、魔人鬼、剣、まがたま、鏡からなる日本究極の再起、それが魔人鬼だ。3つ揃った魔人鬼を善なる者が持てば善の力を、悪の者が持てば悪の力を、それぞれ強大に、失礼しました、強力に増大させてしまう。2年前に山崎青いサタンが己の野望のために魔人鬼を持ち去った。そうなんですよね。桜大戦1の話が2年前にあたりますね。1話の実況を見ていただいた方は分かると思いますが、1話の敵が山崎真之介青いサタンでした。青いサタンという名を名乗って、かつて大正12年に大神たち帝国歌劇団の前に立ちはだかった敵が反魂の術で1話でよみがえり、実は山崎真之介、それは米田支配人たち、4人の部隊で構成された、対降魔部隊ですね、対降魔部隊の一員だったと。行方不明になってた山崎とそういう形で再会したわけでしたね。その後の苦しい戦いの中でやっとのことで取り戻した魔人鬼。そうだね、青いサタンが奪っていったけど花組が取り返したわけだよね。今この帝劇の地下に安置されている。奴らが魔人鬼を手に入れることだけは絶対に避けねばならん。そうだね、言ってみればその悪っていうのが今の場合はクーデター軍で、善っていうのは、はっきり言ってしまえば桜に当たるわけですが、それもちょっとこの後説明に出るでしょう。いいな大神、必ず魔人鬼を確保し花屋敷に脱出してくれ。花屋敷は帝国歌劇団の支部ですね。なぜ花屋敷支部へ向かうのですか。花屋敷支部でお前たちを待つ者がいる。俺たちを待つ者、今はそれだけしか言えん。とにかく号来号へ乗って花屋敷支部へ向かうのだ。帝劇の地下列車ですね。そしてここですね。なぜさくらくんが命を狙われるのですか。さくら、心して聞け。新宮寺家の人間には覇者の血統という血が流れている。覇者の血統、すなわち覇者の力を持つ一族のことだ。覇者の力、覇者の力を使えばどんなに強大なまであろうとそれを封じることができる。ただしその力を使った者の命と引き換えにな。今から7年前降魔戦争の時にその力を使った者がいた。自らの命を絶ち魔を封じた男、お前の父新宮寺一馬だ。そんなお父様が。お前には黙っていたがお前の命は悪の者にとっては脅威の的なのだ。いいか大神、桜を必ず守れ。そんな力のために桜を死なすわけにはいかねえからな。はい、もう言われなくともだよな。大神にとって桜というのは大事な人物だし、一馬のことね。ちょっと先ほども山崎真之介のことを話しましたが、その7年前の降魔戦争、生身で後部もない時代に戦ったのが、目の前にいる米田一騎中将、戦波の戦いで、命を落としてしまった当時の副司令、藤枝綾芽さん、山崎慎之介、そして桜のお父さん新宮寺一馬、この4人で戦っていたと。新宮寺桜を探せ、見つけたら射殺しても構わん、はっ、時間は許さないな。ここにも地金奴らがやってくる。行け大神、急いで地下から花屋敷へ脱出するんだ。急ぎましょう。わかりました。支配人どうかご無事で。あ、任せておけ。俺はそう簡単にくたばらねえぜ。行こうさくらくん。はい。さくらは恐怖を背負い続けて逃げることになるよな。頼んだぞ大神。米田支配人どうかご無事で。ここで別れるのも怖いよな。その頃先に逃げてる花組の面々ですね。畜生、なんだって陸軍のやつらが帝撃に攻めてくるんだ。こっちは事情が分かってないからね。屋内やから神戸で戦うわけにもいかへんし、何より少尉たちと分断されたのが痛いですわね。そうだよな、隊長と離れるっつうのは痛いよな。お兄ちゃん、さくら大丈夫かな。まあ少尉さんはしぶといですから心配いらないでしょう。織姫の明るさがこういう時に助けになってくるよな。それよりこの場所はもう限界だ。これ以上持たない。レニーみたいに戦況を冷静に判断できる隊員がいたっていうのは大きいよね。4でもね、かなり冷静にいろいろ分析してくれますからね。マリアどうする？そろそろやばいぜ。こういう時はもう副隊長であるマリアに判断を委ねるしかないよね。なるべく敵を食い止めながら交代しましょう。数、装備ともに相手は圧倒的。もうクーデターを起こすっていうのはまず人海戦術だろうからね。このままでは帝撃が占拠されるのは時間の問題だわ。さすがに地下にはまだ敵の手は及んでないようだな。爆発音だな。今の爆発は地下倉庫の方角だ。急ごうさくらくん。はい。怖いよな。このシーン見ればバラ組が強いってわかるよね。銃剣持った人間にさ、これだけ囲まれてんだよ。これはあ、大神さん菊ちゃんミニスカートだもんな一郎ちゃん、さくらちゃん待ってたわよ。こいつらは外部から壁を爆破して侵入してきたようだけど、この愛と義の秘密部隊バラ組と出会ったのが運の尽きよ。いつもの見慣れたバラ組の部屋のあれじゃなかったね。違うとこから入ってきたんだろうな。皆さん、まずここかな。助立ちしてる場合じゃないもんね。彼らは脱出しなきゃいけないからね。皆さんはなぜ大神さんにお話しする日が来たみたいですね。私たちの任務のことを。時彦の真似うまくなったな、私は大神少尉、あなたたちが来るのを待っていたわ。私たちがずっと守ってきた魔人鬼を渡すために。なんですって。大帝国劇場の地下に収められた日本究極の神器、魔人鬼を守ること。間違えた今菊ちゃんのあれで喋れなかったね。それが私たち愛と美の秘密部隊バラ組の使命。さあ大神少尉、これを受け取って。ヒュッ。これは魔人鬼の一つ、マガタマよ。これを持って帝撃を脱出するのよ。3つのうち1つでも欠ければ敵に魔人鬼の力を使われることはないわ。皆さん、さあ早く、時間がないのよ。一郎ちゃん、私たちなら心配いらないわ。強いもんな本当に。ここでわかるのはバラ組、ここで寝泊まりしてたってことだよね。魔人鬼を守るために。これまだ未明ですからね。11月9日。大神さん、さくらさん、お願いです。早く花屋敷支部へ。わかりました、行こうさくらくん。こういう時にあんまり大きい声で喋っちゃいけない気がするけどね、花屋敷支部に行くってね。は、はい。警報が鳴って緊急出撃ですよね。大神さん、一体これからどうなるんでしょう。わからない、わからないとしか言えないことが苦しいよな。でも今はこの魔人機を持って花屋敷に急ぐしかない。花組のためにもみんなのためにも。よし、五雷号は無事だ。生命線だよな今の。行こうさくらくん、大帝国劇場を脱出するぞ。いや8話はもうほんとねハラハラだよね。天笠少佐に報告、我が維新軍は大帝国劇場の1、2階を完全に占拠いたしました。なお現在地下工作部隊が壁面の突破に成功、地下施設に突入しましたが思わぬ抵抗に遭い現在抗戦中とのことです思わぬだよな本当に。花組の連中はどうした。地下に後退し作戦指令室に立てこもった模様です。壁がなりなり頑丈なのかなやっぱついに追い詰めたか。閣下に連絡しろ、大帝国劇場はほぼ型がついたとな。確かに作戦指令室は結構実はつながってるからね、劇場のいろんなとこにチャンスを見計らえば出られるからね。うん、号雷号の車内ですね。なんとか帝劇からは脱出できたが、花組のみんなは無事でしょうか。ああ、離れ離れになって心配なんだな。マリアたちもこっちを心配してくれてたからな。何、大丈夫さ。今頃はあの兵士たちを追い返してるよきっと。うん、明るく励ますしかないな。さくらくん、さっきの話が気になるのかい。ええ、私。そうだよな、非常に重い話だったもんな。大神さん、これ一瞬分かんなかったけど大神から手を握ったんだな。ワンでも実はちょっとさくらがすごく追い詰められる時があったんだけど、余計なことは言わず大神はそっとこうやってさくらと2人で手を握り合ってね。こっちにするかあえてナンパゲージがせっかく大きいからこっちの方がいいんじゃない。花屋敷支部楽しみだね、一体誰が待ってんだろう。そうですね、信頼度上がんなかったな花屋敷支部には遊園地もあるらしいし、平和になったら遊びに行きたいね。あ、伝わったな、信頼度の音が鳴ったってことだな。さくらくん、今は考えるよりもとにかく前に進もう。はい。うん、そうなんだよね、解決するためにって考えてしまいがちだけど、そういう時はね、何もできない時はとりあえず前に進むっていうことをするだけでもいいんだよね。こうやってそばにいてくれる人がいるだけで違うよね。さあ、そろそろ花屋敷支部に到着するぞ。さあ、号雷号が花屋敷に着きました。へえ、ここが花屋敷支部の地下ホームか。後部の中から見るのとは随分違うな。うん、まあ確かに普段と違ってね、乗ってるわけじゃないからね。しかしこんなところで一体誰が待ってるんだ。大神さん、さくらさん、お久しぶりです。うん、聞き慣れた声ですね。椿ちゃん、一体どうしてこんなところに。あんた、椿ちゃん、花屋敷支部で勤務してるって聞いたでしょ忘れるなよ。それはですね。うん、ここで秘密が明かされますね。帝国歌劇団風組高村つば、北海道支部より新型漁師甲冑を輸送してまいりました。うん。ここで北海道支部っていう単語が初めて出るのはここかな。まあ帝劇は日本中に支部があるんですがね。新型漁師甲冑？新型に乗るときっていうのはワクワクするよね。1の人部、2の今から出てくる機体、3の後部 F2、そして4の装部。それ以降はね、あ、新桜でもそうか。雨宮桜は機体を乗り換えますもんね。はい。しばらく帝劇を留守にしてたのはそのためだったんです。それでは格納庫にご案内します。どうぞこちらへ。さあ、ワクワクの瞬間ですよ。これはこれが新しい漁師甲冑。後部人部の後継機として開発された漁師甲冑の第3型機体、その名も天部です。この天部があれば、ああ、帝劇を取り戻しに行けるぞ。待て、大神。ああこの声は加山。どこだ。ここで加山の正体を初めてちゃんと知ることになるんだな。大神さん、そこのキネマトロンです。ああ、なるほどね。加山、通信はいいな通信はいいなってなんだよ。遠く離れていてもこうしてお前と話ができて俺は幸せだな。いつもとまたちょっと違うアクセントで喋ってくれるね。加山、悪いが今お前に付き合ってる暇はないんだまあまあ待て大神、こんな時だからこそ急がば回れだぞ。うん、聞いてくれ。俺は今大帝国劇場の中に潜伏している。おお、あれだけ占拠されてよく潜伏できるよな。なんだって。お前がここを奴らの手から取り戻す気があるならば俺が力を貸すぞ。おお、ちょっと待て加山、どうしてお前がそこにいる。お前は一体何者なんだ。大神、そろそろ真実を告げる時が来たようだな。興奮するねそうですね、聞きましょう。常に戦場の最前線で戦う花組を影から支援する隠密行動部隊月組。その月組の隊長こそがこの俺、加山雄一の真の姿なのだ。なんだって、お前が月組の隊長？ああ、花組のように直接戦場で戦うことはないが、月組には月組なりの戦い方がある。時間がない、心して聞け。やつらは帝劇防御壁、堤防を阻止し劇場を完全に閉鎖している。さらにその前面に砲台を設置して防御を固めている。なんだと、厄介なことになってるな。そこで俺の出番だ。あまり時間がないが砲台と堤防どちらかを少し配布して無力化することができる。さあどうするどうする大神なんやかんやワクワクしてるじゃねえか加山さんよどっちにしましょうね。結構戦うのめんどくさいのはさ、砲台だよなきっと。前回の7話もホブラのねレンジに入った時の余計なダメージ考えたくなかったからね。砲台を無力化してくれ、砲台を無力化してくれ。敵の攻撃力を少しでも奪っておきたい。砲台の無力化だな。分かった、任せておけ。花組のみんなは地下の作戦指令室に立てこもっている。米田司令と藤枝副司令も帝撃地下の最終防衛戦内で指揮を取っておられる。とりあえず無事を聞けたってだけでも嬉しいよな、大神からすれば。お前も一刻も早くみんなと合流するんだ。頑張れ大神。あっ、こんなにこう心強い味方が、大神は加山がね、ただの親友ではなくて月組、まあこのあとね風組のことも話すけど支えてくれてたんだな。よく見ると通信番号よろしくだななんか数字でかいなと思ったけど単純。月組、風組、バラ組忘れるなみんなが俺たちを支えてくれてるんだ。ここからはいよいよ私たち花組の出番ですね。そうだな。よし、出動だ。新型量子甲冑天部で帝劇のみんなを救出する。はい、それでは正面までへどうぞ。皆さんを運ぶのは風組の仕事ですから。風組がこうやって椿ちゃんたちもそうだし、ここから15年後に小町さん、薫さんもね支えてくれるしね。よし行くぞ。銀座に降下後制圧されている帝劇を強襲する。天部で初の出撃シーンですね。初お披露目、第3の量子甲冑天部。都市エネルギーを原動力にし霊力の力を増大させる。ああ、このタイプでダッシュできるの天部もなんだな。いやー、この立ち姿のさくらもまたかっこいいですね。いやー、8はついに来ました。あー、見ていただけましたか。まあこの今アイキャッチ見てるんだから見てるよなもう冒頭でも喋りましたが、本当に大きくここから話がぐっと動きます。まあ中でも喋りました、そのこのシリーズをね、まだ最初の方のご存じない方のためにこう丁寧にやっていきたいなと思っています。で、魔人記という話、降魔戦争というところ、そして一番鍵になるそのさくらが持っている覇者の決闘、これが彼女がありとあらゆる悪から狙われる、ゆえんですよね。このさくらが持っている霊剣新たか、父の形見ですね。父から継いだその刀、そして覇者の血を奪われないように、狙われないように大神は守らなければいけません。さあ、一旦ここで区切りになるかな。ここまでまずご視聴ありがとうございました。次回も見てください。一緒にね、大神と桜の行方を見守っていきましょう。大神は帝劇を取り戻すことができるのか。見てくれた全国の隊長に敬礼、そして頑張れ帝国会議団。